これさっき玉ですよね、これね。で、これが見たかった。ここできっと固まって、うん、落ちていくんですよね。面白いの見れたじゃん。よし、頑張れ。あ、塊見えた。これ使えるよ、これ。あんまり近くにするとなんかこいつが凍りそうで、うん、温度上がってる。落ち着いてからでいいんじゃない？はい、よく見えるようになってるから。なるほど。もしかしたらピペット使ってやってみてもいい。あ、落ち着いてきたね。はい、こういうのもやってみないと分かんないね。この落ち着くっていうのがね。数滴でいってみますか？ちょっとお試しでやってみて。数滴でいきます。じゃあ、液面まで近づけてやってみて。見える？もう少し頑張ってみる。足してみようか。大丈夫だね。いっぱい入れても大丈夫だね。お、こと。あ。あ、横ね。はい、横に垂らさない方がいいかもしれない。あ、そっちで凍っちゃいますね。うん、あ、ほら今ほら見えた。面白いの見えてる、ほら。これさっき玉ですよね、これね。で、これが見たかった。ここできっと固まって、うん、落ちていくんですよね。面白いの見れたじゃん。よし、頑張れ。注入。これ面白いですね。バッチリだよ。あ、塊見えた。これ使えるよ、これ。あまり近くにするとなんかこいつが凍りそうで、うん、あ、塊見えた。これ使えるよ、これ。あまり近くにするとなんかこいつが凍りそうで、うん、ね、やってみないと分かんないね、何が起こるかね。ちょうどいいのが、面白い、うん、もうちょっと入れますか、うん、ガンガン行ってみよう。あ、面白い面白い。実に面白い映像が撮れた。もうちょっといきますか、うん、ガンガン行ってみよう。できないんだ。壁面でくっついちゃったんですよ、ちょっと面白いものが、うん、割り箸でくっつやってみる。ツンツンやってみる。そうしますか。まあ、凍ってるってことね。凍ってますね、これは。何個か取り出してみますか。いや、じゃあね、はい、ドボドボ行ってみる。あ、エタモール。この液体をちょっと取り出す。はい、どこに出しますか。どこに出します。ストップストップ。あ、よく見えた。これがエタモール。カチャンって落としますか、うん、中に。そうだね、あんまりもう一個出して急いでパチってやるか、
そこが見えると思いますね。いい感じ。つくだろうね。危ないけど。